第36話、はい。は恐怖、起動、ビグザム。いや、恐怖ですわ、テレレ本当に。てー。 ええだよな。じゃじゃじゃ、なんだよね。あの、ま、前回ね、最後にあの、ドズルがビグザムの前に突っ立ってましたけれど。はい。ま、ついにそれが動くわけですよ。なんとね、しかもこのビグザム最初3人乗りぐらいなんだよね。そうね。最後、ま、あ言ってしまうけれど、あの、2人を逃しちゃうわけです。いや、もう逃げろ逃げろ、絶対でけとか。それもなんかね、やっぱり、ちょっといい話っていうかさ。いい話なのあれ。あい。いや、だって。初めからじゃあ1人でよかったんだね。おっと。いやいや、 いや、でもさ、やっぱり、いや、いや、やいやいやそれはでも普通に必要だったんじゃないただ、ただ、<laughs> ただなんで必要なんだよ。だいや、だからそれでさ、メンタル的なこと。いや、いや大,きい大きい。大 <laughs> き <laughs> <laughs> いうす。お前らにいてほしい的なことえ <laughs> <laughs> どうするやっぱりそういう人 <laughs> やっぱ見た目はあ,ーだ,けあーだけどさ、うん。心はシャイみたいな。あの、まあ、コーヒーを入れてくれる人が欲しかったみたいな感じ。うん、<laughs> あ、のだけ福かのもダメせししたけど <laughs> ラ。ラコック。ラコック。 まあね。まあね。それが、まあ出てくるわけですけど、まあそのイケメンとしてね、ジムとボールがもうめっちゃやられてるわけよ。はい。あのもう上陸してるわけじゃん、そのもんに。我を我をと先に入ってった中に、ドロドロに溶けたジムとかボールがあるわけよ。ショッカーみたいな感じだよね。仮面ライダーとかでいうところ。もう、雑魚キャラとかしてるよね、完全にね。 うん、えっとね、ジムのパイロットみたいなのが、こう一生懸命スプレー感を打ってるわけですよ。はい、要は、効かないのよ。ね。<laughs> ビーム兵器を跳ね返しちゃう。大体さ、ビームにスプレーって意味わからないもんね、<laughs> もはや。<laughs> ねえ。ねえ なんで、ライフルって良かったんじゃないのなんそこ、ケチるにしてもさ。ケチり方のベクトルが変だろうっのスプレーにしなくて。噴霧しなくてもいいわけじゃない。ねえ。で、まあ、そんなジムとボールの攻撃が全く効かないわけですよ。でもその辺のさ、なんか演出がホラー映画っぽいうか、そうそうそう、そうよね。しかばがさ、いろいろゴロっていやー、ほんとあれですよ。あの、13日の金曜日のジェイソンじゃないですけれど、も圧倒的なこうパワーを見せて つけられるわけですよ。はい、逃げても逃げても、ね、こうあのー、うん、センターのあの巨大な大砲で、ボーンと撃たれてしまうわけですよね。ねうん、そんな中。はい。 これはね、この、ね、あれを見るまで全く思い出せなかったんですけど。まあ、ブライトの気遣いで、未来を交代させたのよ。いた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 。バンマス総長。バンマス総長。だってさ、これね、スネッカーが、えっと、確か、あの、被弾して、修理に戻ってきたんだよね、一回。そうそう、なんだっけ、フェールポンプを。フェールポンプの修理の指示を出したんだ。 なんか、奥入ってハンバーガーみたいなの食ってたりして。はいはい。何あれ、あの、ドラえもんのさ、フえるルビラーみたいなもんなのフえールポンプって。そっから来てんのかねでそっから増やしたハンバーガーを食べたんじゃない <laughs> フえールポンプ。<laughs> フえるルビラーも最初なんかさ、ドラ焼きかなんか増やしてたよ、ね。あったたたたた,た、うん、宇宙が埋まっちゃうやつだ。<laughs> あはい、はい <laughs> ザ。スレッカーのシーン、それだからね、<ー>ハンバーガー増やしすぎちゃってね。<laughs> 食いきれなかったんだ、ね。さあ。 それで、その、ブライトが気を使って、未来がどうせね、あの、心配して見に行きたいだろうから、つんで、その、バンマス、コードっていうのに、お前変わってやれと。今までどこにいたんだね本当どこにいたんだよね、そやつね。田村良一流長といいね。で、スレッガーに会いに行くわけですよ、未来が。で、そこでこう、心配してた未来が、涙ぐんでる感じなんだよね。大丈夫だったんですかみたいな感じで。 で、うん、ま、スレッカーは案の定こう、すっとぼけた感じで。えーはい、で、もうこの、ここがチャンスだと未来が思って、ねうんはい、まあ、半ば告白に近い形になってるよね。うん、まあね、まあね。うん、はい。まあ、スレッカーは俺はそんな柄の人間じゃねえと。百100人斬りはしてきたけれど <laughs>、<laughs> <laughs> お前はタイプじゃないよと。スレッカー死ぬ気だよね。そうね。勝てないと思ってんだろうなはい。 母親の形見の指輪を未来に差し出すんですよ。またそんなね、サイズがぴったりの形見がね。わざわざそんなね、なんか9号とか測ってね。で、それをもうね、空でなくしたら大変なんでっつんで未来に渡すわけですよ。宇ちをね、空っていうのもかっこいいんだよね、スリッカーね。 俺もこれから言ってこうかな。ちょっと空行ってくるわ。ちょっとルビ振ってね、宇宙ね。で、これキスはどっちから行ったんだっけえっとね。未来の方から。いやでもこれはなんかこう未来の方から、積極曲できない覚えがあった。ああ、見えてね。うん。で、ここで、こうスレッガーがね、驚くわけです。おっと。それで、キスした後に渡したんだっけか。持っててくれと。 だから、そういう意味じゃ未来はすげえ積極的なんだよな、ここではな。ねえ。あんまそういうイメージなかったけど。なかったけどね。うん。でも君の気持ちはわかってるけど、僕はいつまでも待っているって。そうなんですね。ねで、これでスレッガーが生きて帰ってきてたら変わってたんかもしんねえわな。ああ。その、ブライトと結婚してない可能性があるよな。もう、スレッガー何やってんのって。ねえ。ってことはですよ。 ハサウェイも生まれないってことだからね。そっか。うん、逆者とかその後に続く、うん、ハサウェイのあの、なんだっけあったよな、ストーリーが。あの、先行の。先行のハサウェイ。ェイだから、あれでしょ、そのスレッカーの息子がどきなさいって言われたりとかさ、あと <laughs> で重殺系されたりてるんじゃないタる。たンの運命は同じなの。ね、<laughs> <laughs> おかしくね。<laughs> もろハーフみたいなイケメンになってそうだけど、<laughs> <そ> <laughs> スレッカーとの子供だとね。うん で、ま、あそんなシーンがありながら。はいはい、ブライトがね、えーうん、右のミサイルが薄いぞ、手を抜くなった。そう。なんかあのさ、うん、あれだよ、ね、弾幕薄いぞ何やってんのじゃないんですよ。ねえ、そっちのイメージが強いんだけれども。でもさ、さっきに弾幕を張れとかさ。言ってるよね。言ってるけど、うん、こう言って、なんか、弾幕薄いぞ何やってんの薄いのパターンでは弾幕は言ってないってことだよ、ね、言ってない。 ってことで、だから、多分話にそのおひれがつい,て,がついてネットで広がって、そのイメージがついてしまったと。うん。だから、あの、あれだよね、巨人の星とかでさ、うん、星一徹って一回しかチャンプ台ひっくり返してないんだよ確か <laughs> いや。なんか毎回やってるようなイメージが。あるよね。はい。<ー>ついちゃってるような。多分そんな感じなんだろうけど。そのパターンだ、ね、そう。だ行ってないんですよ。 そして、まあ、ビグザムが、ソロモンから浮上していくというか、ぼーっとあの、ケツのところから火が出て、上がってくるわけですよ。そこでみんな驚くわけですよ。でかすぎるだろ。はい。アムロがね、あの、ギリギリその足の部分だけね、見て、なんじゃあれと。うん。あまりにも大きすぎて、なんかそういう前方がなんかもう分からないっていうような。かない見えないんだよね。映ってないっていう。 それがまたこの恐怖感を、うん、生んでるわけですね。うん、はい。なんかわからないけど、仲間が、こう、ドロドロにやられていくっていうてて。で、このま、宇宙に飛び出したビグザムは、もう、なんとモビルスーツというよりも、戦艦と戦ってる感じそ,そうね。ひたすら。だらもう本当に、だからあの、もう、怪獣の描写だよね。ゴジラとかだよね。ねそ,うそ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 う。<ー>うん。パターン、青。 人ですみたいな感じでね。<ー>うん、確かに人、人的な圧倒的なこう強さではあるよね。はい。デザインもなんかね、<う>なんだろう、やっぱロボットではないよね。うん、左右に、こう、顔のある竜みたいな感じのさ。<ー>だもう明らかに異形の化け物としてあ。あれはでもさ、俺、初めてまあ、ビッグザム見た時も、はい、あの、俺プラモも買ったんだけどさ、はい、これをデザインした人って何からヒント得たんだろうと思っちゃうよね。はい。 本当でもなんかね、ここまで、やっぱりその、描写してるってなんだけどさ、これとゾックだけはどう見てもかっこ悪かった。なんか、違和感はあるよね。ただなんかその、なんだろう、やっぱりその、すごい異形の感じっていうか、だよね、僕は。そう、ゾックは異形の可愛さだけど、ビクザムは異形の怖さがあるんだよね。妙に。なんか禍々しさっていうかね。 で、こう、表情があんまないじゃん。その顔の方が。それが逆にこう、怖いんだよね。モビルハーマーともやっぱちょっと違うよね。今まで出てきたそのビグロとかさ、ザクレロとかのユニークさが全くないもんね。一応さ、ああいうのってさ、どこでなんか物見て、あなんかこれで物つかんで一応さ、見ればわかるじゃない。一応、なんかどういう機能かって。足がついててさ、その上の なんかこう、緑のとこってさ、一切何やるか。全然さ、手がないし。わからないけど、なんか強いっていうのがね。そこがやっぱりね。そこ知れない。恐ろしさ。っていうやっぱり。デザインした人はすげえセンスだと思いますよ。得体の知れなさがこう、ひしひしと伝わってくる。はい。まあ、そこでね、まあ、いろいろこの。 戦っていくわけですけれど。はい、あの、やっぱビーム兵器が効かないんだよね。そうそうそう。だ多分、アイフィールドみたいなのが登場したのって、これが多分本当に初めてだと思う。そうだよね。それで、でサラミスとかを、こう、うん、どんどん撃沈していくわけですよ。そう。だから、もう、 対象がもうさ、モビルスーツとかじゃなくて、もう戦艦とか。艦なんだよ。簡易なんだよね。で、ビグザムが量産された暁には、みたいなことを言ってんだよね。こんなの量産できるのかって話なんだけど。あ、でも本当にでも計画はね、あったんよ。あったんだよな。で、あのさ、前に、あの、ジオンがね、破れちゃったんで。その後のさ、漫画なんだけど、こう、ビグザムがでも確かになんか量産されてる話。俺それ見たよ。あのさ、デイアフターツモローって書いてんよそう。あれすごい、 面白くてあれ面白くて、あの、はい、確か地球上でビッグザムが、その運用されてんねよね。そうそう小型ビッグザムみたいな、ね、なんかあの、カナダかなんかあの、その雪の、ところでさ雪のやつね。はい。 そうそうそう。そうそうそう。それがそのね、元ジオンのその連中が実は地球でね、ビグザム開発してたっていうストーリーなんですけど。そうそうそう。ね、そう、あの、ちょっと話ずれますけど、あの、デイアフタートゥモローはかなり面白いよね。ああ、好き好き。あの、今まで出てきた人物のその後を描いてて。そうそう、なんかルオー紹介が出てきた。あったあったあった。あれもね、なんかこう煮え切らない話っつうかね。はい。会がその、 まあ、4回目線で全部ねそ。そうそれが描かれてるんですけど。あのなんかルポライターでやっぱりね、なんか取材していく話なんですよね。そうそうそう,そう。 大体だから、ゼータとかあの辺の時系列だよね。ストそうそう、サイドストーリーでね。そうそう。サイドストーリーで出てくる。なんであの、DJ がジオンっぽいデザインになったかみたいな。そう、明かされてるんね。そうそうそう。本当はなんかの、ガンダムのね。そうそうそう。あの、やつに変えられるようになってたんだよね。顔面のとこ見るとその名残があるんだよね、確かに。そうそうそう。なんかあの、物合いの。そう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 。あるっていう。フレームがあってみたいな。そう。まあそんな話もあるんですけど。ええ。それで、まあ、ついにね、ビグザムと。はい。 まあ、スレッガーとガンダムの。まあ、ガンダムと、まあ、スレッガーの、テレビだから、コア、そうそう、あの、G アーマー。アーそうそうそう。タックを組んで、G アーマーとガンダムのパターンですよね。はい。で、それで、いろいろ、まあ、ビグザムにやるんですけど、まあ、ビーム兵器は効かないと。じゃ接近戦だと。そこで、まあ、あの、有名なね。悲しいけど、これ、戦争なのよね、っていうね。これはもう、ずっと、 と語り継がれてる名台詞ですけれど。うん、スレッカーっていうのはやっぱすごいやっぱ象徴する人が多いね。そうでね。うん。ここでもだから死亡フラグが立ちまくりなんですけど。うん。うん、それで、相手の資格ということでビッグザムの真下を取って、一発打ち込むんだけど効かなくてもう一発打ち込みに行ったところで爪がね、爪が発射されるという、ねね <laughs>。そうそう。 ええっていうね。すげえ原始的な。<laughs> そこっていうね。そこ、うん、今そこ <あー S 1> それで、<laughs> うん、それがちょうど G アーマーのコックピットにぶつかって、<う>スレッカーが宇宙にボーンって放り出されちゃうんだよね。はい、やったな、畜生つってガンダムが、そっから打ち込むんだっけ、ボンボーンと下に。そうだね。 まあ、ちょっと切れてね。切れて。で、うん、今度は、あのー、サーベル抜いて、うん、あのー、まあ突き立てる。突き立てる真正面からガチッと行くと。はい、まあ、それで勝負がありましたと。うんはい、スレッカーのね、うん、まあ先行してくれたところがあって。そうそうそう、道があそこで開けたんだよね。<う>勝ったと思ったら、今度はね、はい、ビグザムの中から。はい どういうわけか。まあ、これもまあ、有名だね。有名だね。ドズルが出てきて。何をとったか、マシンガン一つで。やらせはせんぞはい。最初はなんかね、やられはせんぞってね。あって、うん。そうなんだ。うん。で、その後にこう来てか、やらせはせんぞってね。おー、こだわりがあるなすげえ脚本なんだね。やっぱりもう本当になんだろう、もう排水の陣っていうかさ。まあね。 気合っていうかさ、アムロも、あっけに取られても、バルカンとか撃つのすらしないもんね。でも、なんだこいつはっていうさ、その、なんか悪魔ぞみたいながグワーって出てくるみたいなすか。後ろからね。はい。あれって映画、映画版はね、あれ出てこないよ出てこないっけうん。あんななんかね、いや、本当にホラーになってんねん、だからね。そうそうここは。 あんなシーンだってさ、うん、ガンダムの中で、うん、ここぐらいしかなくないああいう非科学的なのが出てくるって。うん、うん、でもなんか終盤結構話ちょっとおかしいところちょくちょくじ。ああ、ニュータイプのやつになってくるかな <laughs> あ,ーねーあの、ネバネバーみたいに頭からね、<laughs> <ー> <laughs> 出してくるから。<笑><笑> そう。それで、ま、結局、その爆発に巻き込まれて、ドズルもやられてしまうと。で、アムロあれなんだったんだろうね、と。だ、ちょっとなんかさ、やっぱり、ちょっと土壌目線になっちゃってんだよね、もうさ、ドズルが出てきてる時にさ。なんかま、あ敵の対象だったんだろうけど、みたいな感じでね、見てるわけですよ。この後には、この、スレッカーが亡くなったっていうのが伝わってね、ホワイトベースの中で。 で、まあ、未来がこう泣き崩れると。そう。泣きながらこう壁に頭ガーンぶつけて、い <laughs> ったーって。う,うん。こう涙がなんかピョーってー。ああ、そういうね、うあの重力というか無重力でね。うん、そう。うん。だもう、本当にもう悲しみがなんかもうやりきれないような感じの。そ,そこでね、であのー、なんと、戸田稽古による挿入会、今は、ね、お休みというのが、はい、お休みアムロとかいうやつだっけ、うん うん、でもこれってここだけなんだよね。この曲すげえ印象濃いけどね。うん。あの、アンパンマンの戸田稽古がね,ね。まあ、マチルダ役ですよね。うん、これで言うと。本当だ。うん。そうだ。そうだ。から、そういうことなんだね。うん、ああ、一つの、こう、山が。うん。 まあ終わったとは。まあ兵士お疲れさんっていう感じの曲だよね。う,ようん。うんうん、まあこのやっぱりこのソロモン攻防戦っていうさ、ね。すごい、この一年戦争のすごい山場だったで山場じゃないですか。まあ、その敵も仲間も、あの重要な人物がね、うん、一気にここで亡くなったと。そう。なんかどっちのかすごいこの切り札をなんかぶつけ合ってさ、てや,やっぱり、やっぱりそれだけの犠牲もすごい多かったわけですよ。うん、っていう感じのえ回でした。はい。 えー、次回、はい、第37話。はい、テキサスの攻防